私自身がすごく体が弱かったもんですから、まあ、幼稚園入る前からひどい小児喘息で、まあ、高校にの1年生ぐらいまでは、まあ、どうしようもないような不良児だったんですね。そういう思いがあってお医者さんには大変お世話になってたもんですから、なんかその医療にメディカルに関わるような仕事を将来はしたいなと、まあ、潜在的に、まあ、思ってたんです。それで43の時に自分で、まあ、会社を作ったんですね。その時はたった一人なんですけど、それでそのどうせやるんだらですね、なんかやっぱり新しい付加価値をね、社会に提供できるようなことがしたいなと。喘息って免疫系の病気、どっちかアレルギーとかね、だから免疫っていうのがすごく身近だったもんで、でそういう分野でやりたいなと思って、その時期にどんなことされてるのかなと思っていろいろ、いわゆるマーケティングを1年半ぐらいしている時に、まあ、今の江川免疫教授と会ったわけですね。話を聞いてみるとね、免疫っていうものを使ってがんの治療というものを社会に出せるもんなら出したいという、まあ、お話でね、その時期に出会ったから、まあ、こういう、まあ、事業が始められたんじゃないかなと。10年前に出会っててもお互いそんなこと思ってなかったかもしれませんから、始めた時は上場なんていう言葉はとてもじゃないけどね、似つかない小さな規模で始めてますし、それがまあ今の形になってるわけですけど、で、まあ、上場意識し始めるっていうのは次のことをやろうと思ったらやっぱりその資金がいるんですね。信用もそんなに大きくありませんから、小さい企業っていうのはまずは上場してですね、調達の手段をやっぱり間接と直接と両方持つというのは、まあ、日本雑誌になる刀でいうね、ことですから、そういうものを目指さないと逆に私たちの考えている世界を作ることはできないなということで、少し形が見えてきた時点からは、まあ、上場を目指そうと、またそういうことを、まあ、応援していただく証券会社の方とかいろんな方いらっしゃいましたから、それに向かって走り始めたということですね。私たちのやってるのはその、患者さんに直結してるんですね。治療直接、まあ、医療機関、患者さん自身に存在をしてもらわないとダメなので、そういう意味ではその株式を公開するということは、こういうことをやってる企業があるということを、まあ、示すことによって、こういう治療法が研究的ではなくて受けられるような状況に変わったんだということを知らしめると、これはものすごく大きなことであるし、戦略的にもそうもともと考えてました。